はい、皆さん、こんにちは。ムンケンです。今日はですね、昨日、まあ、メルマガでも、お知らせしたんですけど、まあ、メルマガというか、YouTube ですね。で、紹介したんですけど、この、Amazon で、買いました。で、2つ充電器買ったんですけど、充電器っていうか、こう、接続 USB みたいなやつですね。で、Amazon で届いて、価格がこっちは954円の接続機ですね。これを、買いました。で、昨日買ったんですけど、僕は Amazon なんか、いくらかな？なんか、年会会員みたいなの入ってるんで、Amazon プレミアムみたいなの入ってるんで、1日もかからずに到着しましたね。では、まず最初にこっちが届いたんで、こっちからちょっと開けて、これはどういったものかというと、Wii U と、Wii U のパッドと、本体。まあ、アダプター不要っていう、まあ、ようなやつですね。ちょっとこれで充電できるかどうか。そして、これですね、モバイルバッテリーと接続できるか。この二つをちょっと検証してみようと思います。これ二つ買ったっていうのは高い方、900円の方で、もう一個ね、明日ぐらいに来ると思うんですけど、明日じゃない、もうちょっと先か。まあ、もう一個買ったんで、それも、後日あげますね。じゃあちょっと接続してみます。はい。はい、ではですね、今接続してみました。これを、ゲームパッドと、Wii 本体ですね。で、これで接続してみました。するとですね、バッテリーが、まあ、ランプがついたんで、充電は、まあ、当然されているというような状況で、まあ、本体に最初から付属していたこいつっていうのは、まあ、不要になったとこですね。そうですね。はい。あと何だったっけな。あと台ありますよね。Wii のパッドを乗せる。あ、これだ。ごめんなさい。これも、まあ、ある意味不要になりましたね。これが、まあ、後ろに挿してやるやつなんで。ですので、これは、白向けかな。まあまあ、この台は、まあ、あってもいいですけど。まあ、充電に関しては、まあ、これで済むようになりましたね。はい。まあ、これ結構便利ですね。で、今2つを USB この2つ差し込んで充電してるようなタイプですね。で、もう1個、後日到着する600円ぐらいのやつは1つだったんで、電力がどうなのかっていうのもちょっと気になるとこですけど、まあ、その違いがあります。じゃあちょっと1個外してみましょうか。よいしょ。よいしょ。はい。外しても、まあ、バッテリーは一応ここオレンジのやつついてますんで、まだまあ大丈夫そうですね。まあ、いけるということです。はい。じゃあ次はですね、このモバイルバッテリー、まあ本題ですね。ここがね、外で昨日たっぷり充電してきたんで、まあ、たっぷりといって8割ぐらいかな。もうこれ1万アンミリアンペアかな、確かあるんですけど、あるかな？お、出ました。名前が、チェーロっていうんですかね。パワープラス2。1400mAh で結構ね、いいんですよね。僕使ってて。普段、こういった、まあ、タブレットとかですね、そういうのの充電器として、活用してます。じゃあ、これで、つなげれるかどうか。まあ、本題のこれをちょっと今からやってみますね。はい。はい。ではですね、最後にこのモバイルバッテリーが、ゲームパッドで充電できるかどうかの確認ですね。今、これついてない状態。で、今日買った Amazon の商品。USB2 つ。2つ今、差し込んでる状態です。はい。これで、ここの電源をつけますと、はい、これ動いてる状態で、ここつきましたね、今ね。で、充電できてます。ですので、
これ本当に私がちょっと外でよく充電するんですけど、このモバイルバッテリーっていうのを。で、それで、今までは、タブレット、携帯、まあ、あとは、スマホですね。スマホとかタブレットとか充電するのに、こいつを使ってたんですけど、これを買うことで、モバイルバッテリーをお持ちの方は、もうすぐに充電できると。で、これ2つなんですけど、1つ外しても、おっとっと。しこですね。一つ外しても、これでいけると。充電はできているというような状況です。ですので、すごい、これおすすめします。本当に買ってよかったなと思う一つですね。はい。でですね、まあ、これが3000円ぐらいで、これが1000円して4000円もするんで、もしこのゲームパッドだけのために、お買い求めいただくことはやめた方がいいかなと思います。スマホであったり、これちょっとパソコンは無理なんですけど、なんかボルトかアンペアの関係かなんかで。ダメなんですけど、これの、スマホとかお持ちの方は、これで、やってもいいかなと思います。はい。じゃあ以上で、この、まあ、ゲームパッドでの充電、電気対策として、一番のおすすめの方法でした。はい。じゃあもう、数日したら、このちょっと安いバージョンが、300円ぐらい安いバージョンが来ると思いますんで、それもちょっと検証していこうかなと思ってます。はい。失礼いたします。